JR 東日本209系電車,東京,系電車東京臨海高速鉄道70-000系電車東京臨海高速鉄道70-000系電車は東京臨海高速鉄道の直流通勤系電車東京臨海高速鉄道での公式故障は7万型である由来は東京臨海副都心が東京都策定で7番目の副都心に当たることによる 全車両が川崎重工業で製造された。本形式は、車体、車内設備、運転台、使用機器、台車など、基本的な設計は、JR 東日本209系電車に準じた仕様で製造された。これは、定期検査を JR 東日本東京総合車両センターに委託しており、互換性のある JR 東日本の車両をベースにすることで、心臓。 保守費用の節減を狙ったためである。なお、大崎開通前は新木場駅から、京葉線との連絡線を通り、新木場駅、蘇我駅、錦糸町駅、お茶の水駅、新宿駅、大崎駅のルートで改装されていた。なお、本形式は、JR 東日本209系電車同様に、メンテナンスフリーに優れていることから、現在は、新保全体系によって、定期検査が実施されている。 所属は東林運輸区である。開業時は東京テレポート駅下り方の未開業部分を留置線として使用し、列車検査と車両清掃以外の車両基地業務を JR 東日本に委託していた。2002年の八潮車両基地竣工によってこのトンネル内留置は解消された。保安装置は ATSP と ATG-6 型 ATACS を搭載している。 1996年の開業当初は開半型の ATS-SN も使用できるようになっていたが、八シ車両基地の進行と最強線乗り入れに合わせて撤去され ATC に置き換えられた。なお、ATS-P と ATACS の切り替えは自動で行われるが、運転台右下の押しボタンにより、手動で切り替えることも可能である。車体は軽量ステンレス製を採用し、 前頭部は丸みを帯びた、FRP 製カバーで覆う構造を採用し、モダンで温かみのあるデザインを目指した。心臓にあたり、臨海副都心にふさわしい外観と、室内デザイン、乗客サービスの充実を図る、保守の低減を図る点を使用方針とした。車体構造は209系に準じた構造であるが、外反の厚さが209系の T イコール1 2ト、mm、ルに、 比べて 0.3mm、厚い T イコール 1.5mm を確保した。外反仕上げは209系の全面つや消し仕上げに、対し、本形式では、幕板外反と腰板外反には、光沢仕上げを採用している。車体側面には、臨海副都心の海と緑地を表現した、マリンブルーとターコイズグリーンのラインカラーを配しているほか、車両の前面と側面には、 TWR のロゴマークを配置した。2004年10月まで存在した6両編成。前面窓に6両と書かれたプレートが掲げられていた。70から00系の LED 式、行き先表示器客室内は、川崎重工業製の209系をベースとしたもので、FRP 製の内装材を主体に製作されている。内装は、クリーム色の内装材に、 つまめんと袖仕切りには、ベージュ系の決め柄と209系とは異なる色調で、まとめられた。座席モケットは、壁緑色とし、座席端の袖仕切りの形状やドア間の座席に配置される握り棒の本数にも差異がある。車椅子スペースは、先頭車の連結面側に設置している。209系では、ステンレス無塗装仕上げであった、客用側扉部分は化粧板仕上げとされ、 ドアガラスは初期車では金属支持の押さえ金方式だが2002年以降の造備車は JR 標準タイプの接着式、ボンディング式に変更することでコストダウンと室内側のドアとガラス部の段差を解消させた。ドアエンジンは後の造備車も含めて 209K1.2 次車と同じ空気式が採用されている。また車両間の貫通扉は 電動車ユニット両端ではなく電動車ユニットの中間に設置されている。側窓は可視光透過率41%のグレーに着色された熱線吸収ガラスを使用しており、カーテンの設置を省略している。各客用ドア間の大窓は1枚の固定窓となっていた。209系の車両故障の際、室内換気に問題があったことから2006年8月より、 大型窓の開閉ができるように順次改造された。冷房装置は集中式の能力4 8 8ット装置を搭載している。車端部の小窓は開閉可能な加工窓構造となっている。2006年7月頃より、これまで車端部の3人がけ座席の一部にあった優先席を全車両に拡大するとともに、付近の吊り革は臨海線をイメージさせる。 スカイブルーのものに交換した。さらに、携帯電話のマナーについての注意書きステッカーも貼り付けした。落成当初の行き先表示器は字幕式であった。表示内容は、京浜東北線、根岸線で運用されていた209系のように、前面右上には路線名が表示されている。かつては、臨海線内のみでの運用は臨海線。 最強線直通及び最強線内での運用は臨海線、最強線と表示されていたが、その後臨海線内のみでの運用でも臨海線、最強線と表示されている。また、前面右上に表示自体がないか、路線表示をしない205系と行き先表示機の表示内容を合わせるため、後に LED 式に変更された行き先表示機にも最強線、臨海線、 最強線直通、臨海線直通などと表示されている。なお、かつて幕式だった編成は、側面行き先表示器の字色が青色で、また駅名表記は、天王図アイルで異なる書体を使用していた他は、JR 東日本と同一の国鉄書体を使用していた。案内機器として、客用、ドア上部には案内表示器とドアチャイムを装備している。2009年3月からは、 全編成の客用、ドア上部の LED 案内表示器に以下の機能が付加された。2017年2月から順次 LCD が設置されたほか、2019年6月、Z8 編成を皮切りに順次自動放送装置を新設しており、LCD の表示内容の更新も行われた。乗務員室、運転台の配置は209系とほぼ同様である。マスコンハンドルは、 左手操作式を採用している。乗務員室背面仕切り壁は、運転席背後は、非常救出口、中央に、大窓、助手席側に仕切り扉窓を配置する構造をとる。走行機器類は209系と、基本的に、同一構造であり、軌道加速度は、MT 比に関係なく4両、6両、10両編成とも、時速 2.5km、S に統一されている。なお、 6両編成、10両編成では、VVVF インバータ装置内に編成設定、切り替えスイッチを設置しており、どの編成でも、同一の起動加速度になるようにしている。制御装置は、三菱電機製、GT を再利した素子による、VVVF インバータ制御を採用したが、2016年頃に、イベットに更新された。編成中の電動車と付随車の構成は、 初期の4両編成で 2M2T、現行の10両編成で 6M4T としている。これは、臨海線の勾配区間での故障編成の押し上げや、電動車1ユニットカット時の運転継続を考慮しているためである。主電動機は三菱電機製の 95kW 出力加護形三小誘導電動機で、初期車は、MB-5068A 型、または B 型を、 2002年に増備された車両では、騒音低減と保守低減を目的に一部構造を変更したメガバ MB-5068C 型が使用されている。ブレーキ装置は改正ブレーキ併用の電気指令式、空気ブレーキで T 車遅れ、米制御を行い、直通予備ブレーキと大切ブレーキを有する。立行、常用ブレーキ指令ともに制御伝送装置を用いた。 デジタル指令による制御伝送を行っている。各機器は制御伝送装置によって管理されており、ソフトウェアは JR 東日本の新系列車両と同じ門8型が使用されている。パンタグラフは4両編成時代の M1 社は2機を搭載していたが、6両編成かまたは10両編成か後は1機が撤去されている。 補助電源装置は2 1九馬出力性主権インバータを採用している。空気圧縮機は、クノールブレムゼ社製のスクリュー式 CP を搭載している。台車は、川崎重工業製の軸量式、ボルスタレス台車を使用しており、動力台車は、キロワット151系、付随台車は、キロワット152型と称する。車両番号のうち、配分前の70は、 系列を、配分以降の3桁の内上2桁で、編成番号、下1桁で編成内の順位を表す。同様の不番方式は、東京都交通局10の000系電車などにも、見られる。編成は、下表の通りである。JR 東日本209系3100番台、JR209 系3100番台に残る、東京臨海高速鉄道の車門の後2002年に、 製造された車両より TWR の元に臨海線の文字が加わった。臨海線と乗り入れ先の最強線、川越線、大宮川越間で運用されている。原則、運行番号が80.90台の列車が70から000系重等列車だが、場合によっては70から000型が JR 車両の代走をすることもある。運用の関係で、 臨海線に直通しない、最強線、川越線のみ運行する列車にも使用されている。なお、2021年3月現在、平日は89運行、土休日は83運行で、川越車両センターにいるくして、夜間退泊し、平日土休日かかわらず翌日の91運行で、出くする。なお、臨海線と同じく最強線。 川越線に乗り入れている相鉄、JR 直通線には使用されないため、大崎から西大井、相鉄線方面へは入線しない。本系列も1996年の製造から約14年が経過し、機器の更新時期に達したことから2011年度より、定期検査の車体保全の施行に合わせて、順次、機器更新工事を実施し、2018年度に完了した。 更新対象機器は故障により列車運行に重大な支障が発生する可能性のある機器について更新を実施している。以下のスケジュールで実施された。試行内容は以下の通り。危機器更新とは別に最強線に導入予定の a t a スの取り付けが2015年度より始まっており2016年度中に全編成が終えている。また、社内表示機の更新も 危機更新と別に行われた。ありがとうございます。